5、がんと栄養療法についてお話をしていきます。栄養療法でもってがんが解決するっていうことはありません。残念ながら。これから皆様ががんに対してどういうふうに関わっていくかということのきっかけになっていただければと。患者さんにもがんの方ってどうでしょう、増えておりませんでしょうか。で、手術をして早速はどうなったかというと、まあ、こういうふうに僕の体にも皆さんの体にも、まあ、毎日5000とかそれぐらいのがん細胞っていうのはできてるんです。ところがこのアポトーシスが正常に行われなかった場合はがん化する可能性が高まるということなんです。がんの遺伝子はあるんだけど、がんを抑制する遺伝子っていうものも生体にはちゃんと組み込まれてるんです。がん細胞が正常細胞とは異なるエネルギー代謝を行っていることを発見した。がんに限っては回答系がものすごい更新してるんだと。だから太くなっていると、まあ、それは実はこの経路がものすごい太くなって活性化しているから。だからビタミン C 効かない症例の方が全然多かったということだと思うんです。がんはワールブルグ効果だけは説明できなくなりました。というよりワールブルグはがんが縮小したとか予後改善があった、 QOL が上がった、こういうことを意味しているわけであって、決して完治を意味するものではないんです。がん細胞じゃないんです。がん幹細胞、どんな性格を持っているのかっていうことを調べる方法というものが実はもうとっくに実用化されてます。皆さんどっち信じます？どちらも正しいと思うんです。で、血液検査、移設上後の検査ですけれども、やっぱお弁当がないピクニックって考えられないじゃないですか。山いだれの中に品物が山のように詰まっているんです。